冒険指定ステージを選んでくれよな。一応やってみっか。ボールが見つからないのはレーダーの故障のせいではなかった。ブルマの推測によると、何らかの原因で電波が遮断された状態にあるとのことだった。困り果てた悟空に亀仙人は、どんな探し物も見つけてくれる占いババなる人物がいることを教えてくれた。それを聞いた悟空は仲間たちと共に占いババの宮殿に向かうのであった。並んでください、並んでください。まあ、ここ売れねえババの家か。売れないではありません、占いババ様です。では中へお入りください。さあどうぞ。おやまあ、みんな随分と若いな。おめえが売れねえババか。占いババじゃ。あのさ、探してほしいもんがあんだけど。いいとも。では1000万ゼニーお出し。1000万ゼニー？そんな大金持ってるわけありませんよ。まあそうじゃろうと思ったがな。ではこっちにおいて。何すんだ？わしの用意した対戦相手と格闘してもらう。すべてを勝ち抜くことができれば、ただで占いをしてやるぞよ。ただしこの中は複雑な迷宮になっておってな、並の人間じゃまず対戦相手の部屋にもたどり着けんじゃろうよ。
ここまでたどり着けたの。まずはここ悪魔の便所で最初の戦士と戦ってもらおう。そこは猛毒の沼じゃ。落ちたら死ぬぞよ。相手は戦う紐のミイラ君じゃ。対戦相手までたどり着ければの話じゃがの。
冒険してステージを選んでくれよ。一応やってみっか。
Thank you.
でたどり着けるとは、やはりただの小僧ではなさそうじゃの。じゃが次の戦士は先ほどのようにはいかんぞ。オークマン、出番じゃ。おう小僧、俺様の故郷に連れてってやろうか。地獄にな。Fire! Fire!
ここまで勝ち進んだのは初めてじゃ。だがここまでじゃよ。最後の戦士はとんでもない達人でのやっと出番が来たぞよ。はいはいはいと。やあ、ババ様、お願いがありますが。え、なんじゃ、言ってみよ。この小僧とは思いっきり戦ってみたいと思いますのじゃ。外の競技場でやらせていただいてもよろしゅうございますかいな。おお、なるほどな。いいだろう、思いっきりやるがよい。ことはあるような気がするんじゃが、どうも思い出せん。すごいやつだというのは気配でわかるんじゃが。そう、とても達人には見えないけどな。よし、では最後の試合を始めるぞよ。どちらかが参ったというまでじゃ。もしもこれで小僧が勝てたなら、
ドラゴンボールのアリカを占ってやるわい。それでは試合始め。めったって言わねえと、とどめ刺しちゃうぞ。いかん。悟空は尻尾を強く握られると力が抜けてしまうんだ。なんじゃと？そんなこと、わしも知らんかったぞ。さすがにあいつは達人だな。あんな弱点を見抜くとは。そうか。やはりあやつの正体はまさかとは思ったがの、あやつ弱点を見抜いたわけではない。知っておったのじゃ。ちょっとそれってどういう意味？あやつは死んだ悟空の祖父孫悟飯じゃよ。ほい、はっ、ほい、ほっ、ほっ、はい、はっ、ほっ、ほっ。しつこいやつじゃの。まだ参ったと言わんつもりか。はよ、降参せんと死んでしまうぜよ。ひっ、
しまった。尻尾が切れてしもうた。あいつが悟空の死んだじいさんだって。何バカ言ってんのよ。ずいぶん前に死んじゃったんでしょ。そうじゃ、孫悟飯は確かに死んだ。頭の上に天使の輪が浮かんでおるじゃろう。だったらなんで。よくもオラの尻尾ちぎったな。ほら、もうこっちゃったぞ。まいった、わしの負けじゃ。強なったな、悟空よ。ようここまで修行した。なんでオラの名前を。じゃが、弱点である王を鍛えるのは怠ったようじゃな。注意しておいたはずじゃが。まさか。やれやれ、情けないの、今頃気づきおって。そうじゃ、わしじゃよ。じっちゃん。バカも、泣くやつがあるか。じっちゃん、いつ生き返ったんだ。いいや、生き返ったわけではない。無天老師様の姉上である占い婆様は、あの世とこの世を行き来できなさるのじゃ。そして死んだ武術の達人をスカウトして、ここで働かせてくださるわけじゃ。だったらまたオラと暮らせんのか。いやいや、そういうわけにはいかん。この世に戻れるのは一日だけじゃ。万が一尻尾のある小僧が来たら教えてほしいと頼まれておってな。占いでお前らが来ることを知って引き合わせたというわけじゃ。これで最後のボールの位置がわかる。ウパ、お前の親父も生き返るぞ。でも悟空さんのおじいさんも死んでいらっしゃるのに、僕の父上だけ。構うことはないぞよ。わしはあの世も結構気に入っておる。無天老師様のもとで修行しておるなら、悟空の心配をする必要もあるまい。わしは安心してあの世に帰ることができる。じっちゃん、もう帰っちゃうんか。遠い未来、あの世でさらに成長したお前の姿を見るのを楽しみにしておるぞ。バイバイ、じっちゃん。ほら、会えて嬉しかった。では、ごきげんよう。じゃあな、じっちゃん。ほら、今度また尻尾生えたら、尻尾も着ていてもっと強くなっかな。あのガキの弱点は尻尾だ。この特殊ケースに入っている私のドラゴンボールは見つからない。しかし、こちらは人工衛星のレーダーで、あのガキの位置が手に取るようにわかる。あのガキはもう怖くない。奴らのドラゴンボールを奪いに行くぞ。欲しいじゃ。これで良いのか。
他には何かいらん。マイダーリー。